こんにちは、ミニマリストミニャンとタイプードルのジャスミンです。本日は朗報、楽天モバイルが圧倒的にお得すぎる理由についてお話ししていきます。格安 SIM って本当に安いの？電波つながるの？始めようかどうか迷っているよって、こんな悩みありますよね。未だに大手三大キャリアを使ってる人が日本の7割なんですよ。でも3割の人は確実にお得になっていますので、この動画を見てあなたも楽天モバイルでお得デビューしていきましょう。また私が出した書籍が大人気で2冊目は重版も決まりました。購入者しか見られない限定動画もついてますので、こちらの QR コードまたは Amazon でミニマリストユミニャンで検索してくださいね。それでは本題いってみましょう。ではまず楽天モバイルの特徴について話していきます。私はもうここ数年ずっと楽天モバイルを使ってるんですよね。楽天モバイルって格安 SIM っていう風に勘違いされちゃうんですけど、楽天モバイルは格安 SIM じゃなくて、ドコモ、au、ソフトバンク同様の独自回線を持つキャリアなんですよ。そんな楽天モバイルの詳細を見ていきます。まず料金が一番大事ですよね。料金は3ギガまでだったら月1078円、20ギガバイトまでは2178円、それ以上は3278円になってるんです。では各社との比較を見ていきたいと思います。楽天モバイルの大きな特徴としては、20ギガ以上だったら3278円なんですけど、その先ずっと無制限で高速で使うことが可能です。また通話に関しても楽天リンクっていうアプリを使えば日本でも海外でも無料という特徴があります。さらに海外でのデータ利用が毎月2ギガまで無料になっています。これが毎月リセットされるので、長期で海外に行ってる時も一度日本に帰国しなくてもずっと使えるというところがかなり便利です。私海外旅行によく行くんですよ。でその中でピースボートの船に乗って105日間海外にずっと行ってたんですけど、楽天以外使ってる人だと途中で海外で使えなくなってしまうっていうのが非常に多くて、それで高額請求が来てしまったりとか、かなりのトラブルになっていました。なので、楽天の人とそうじゃなかった人で旅の難易度っていうのがかなり違う印象がありましたね。大手ドコモが出してる格安プランアハモだとどうなってるかっていうと、20ギガまでは2970円になってるんですが、それ以上だと100ギガまでっていう制限があって4950円となっています。楽天よりだいぶ高い印象ですね。また海外データ通信が 20GB までは無料なんですが、15日間までっていう制限があって、それ以上は1回帰国しないといけないという風になりますので、15日以上の海外旅行では使えないという形になります。 au が出している格安プランポボに関しては、 3GB までは990円、 20GB までは2700円となっていて、ポボの場合は自分でトッピングしていくっていう形の独自スタイルになっています。なので容量増やしたかったらどん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 追加していくって感じになりますね。ソフトバンクが出している格安プランとしてはラインモがあります。3ギガまでが990円、20ギガまでが2728円という風になっています。これより多く使うという方には向いてないですね。他にも格安 SIM の方で一番安い日本通信がどうなっているかっていうと、1ギガまでで通話もできるオプションを込みにすると680円、10ギガまでが1390円、30ギガまでが2178円という風になっています。ただ電話を結構かける人はですね、さらに料金がかかってくるっていうところがあります。あとはマイネオを比較してきますが、マイネオの場合結構高くてですね、1ギガまで1298円、5ギガまで1518円、10ギガまで1958円、20ギガまで2178円、あとまた通話代もかかるという風になっているので、あまりメリットがないかなという風になります。また格安 SIM の場合はですね、ドコモや au の回線を借りているんですけれども、その借りてる回線が使える帯域っていうのが普通のドコモの回線とかよりは弱いので、つながりやすさってところはやや劣ります。一方楽天は独自の回線を持ってるキャリアなので、つながりやすさは格安 SIM よりは断然上です。なので比較するとですね、通信量が多い20ギガ以上使いますよって場合とか、あと電話を頻繁に使いますとか、海外に行くことがありますっていう場合はですね、もう楽天モバイルがかなりいいっていう形になりますね。また楽天モバイルは楽天経済圏の人にとってはポイント面でもかなりお得になります。楽天モバイルを契約してるだけで楽天市場でのお買い物にプラス 4% のポイント還元が上乗せされます。上限が2000ポイントです。もらった楽天ポイントはですね、毎月の楽天モバイルの支払いに使います。例えばこちらが私の先月の支払いなんですけど、楽天モバイルの料金に関しては全てポイントで支払っているので、現金の持ち出しなしと。さらに楽天モバイルを契約していることによって返ってくるバックのポイントが1399ポイントという形になって、現金の持ち出しなしだったのにポイントがたくさんもらえたっていう風になってます。今回はもらえたポイントの方が払ったポイントより少ないですけど、楽天市場でスーパーセールの時とかで買い物をまとめ買いした時やふるさと納税した時なんかは入ってくるポイントの方が多いっていうこともよくあります。なので払ったポイントより
受け取ったポイントの方が多くなるっていうこともあるんですね。それだけ今楽天モバイルを楽天が伸ばそうとしているので、楽天市場の還元率はかなり高くなっています。ただどんなに楽天モバイルお得だなっていうふうに思っても、つながりにくいっていうイメージありませんか？つながらないと意味がないですよね。でも楽天がつながりにくいっていうのは、結構楽天モバイルができた当初の印象でそのまま引きずってる方が多いようです。楽天モバイルは先ほども話した通り、格安シムではなくて独自回線を持つキャリアで基地局をどんどん拡大しています。2024年以内には関東地方の 5G エリアがですね、最大 1.6 倍まで拡大します。私は都内に住んでるんですが、普段から 5G に基本的につながっているので、すごく早くて助かっていますね。隣でマイネを使ってる人がこの間いたんですけれども、そっちは 5G つながってなかったんで、やっぱキャリアによって全然違うなと思いました。あと地方の人だとなかなか回線が届かないかなって思われてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、2023年の6月、まあ去年からですね、 au 回線が使い放題になったので、これまで上限があったんですけど、そこが撤廃されたので、地方の人も au 回線が届いてるエリアであれば安心して使えます。なので au の回線と楽天の独自回線の早いものが使えますので、ほとんどの場合をカバーしています。ただ現在ですね、地下鉄や地下のコンクリートの建物に囲まれた部分とかっていうのは、なかなか電波つながりづらいという状況はあります。これはですね、今年の6月からそういった遮蔽物が多くても通信がしやすくなるプラチナバンドが導入されたので、まあ、今後改善されるかなと思います。私も日に日になんか繋がった場所が繋がるようになったっていうのは非常に感じます。ただ自宅がもし繋がりにくかったら結構辛いですよね。私の知り合いでも自宅がコンクリートの周りマンションに囲まれてて入りにくいって人がいたんですけど、楽天カーサっていうサービスがありまして、楽天カーサっていう端末を自宅に設置することで、自宅を基地局にできて電波を改善することができるんですね。しかもこれ事務手数料、月額利用料が無料なんです。私の友人はこれを利用することによって、自分の部屋だけじゃなくてもマンション全体が繋がりやすくなったということで、まあ、自宅に回線が届きにくい弱いっていう方は安心してください。なので楽天モバイルが繋がらないっていうのは結局ね、もう昔の話なんですよ。楽天は繋がりにくいからやめちゃったって言ってた友人も、最近もう一回楽天にしたら全然繋がったわっていう風に言ってたんで、かなりの場所で繋がりやすくなっています。というわけで、ポイント還元と機能面から楽天モバイルはかなり優秀です。特に通信量が多い、電話を使う、海外に行く、いずれかの条件に一つでも当てはまる人は楽天モバイルがおすすめです。また楽天は繋がりにくいっていうのはもう過去の話なんだよっていうのを押さえていただければと思います。というわけで、ここのポイントは、楽天モバイルはお得で使いやすいということです。ここでお得なキャンペーンのお知らせです。株式ニュースが見やすくて人気のムーム証券、今だけ口座登録して入金するだけで最大10万円の日本株、米株がもらえます。さらに友達招待で1人2万円、最大40万円のアマゾンギフトカードももらえます。お得すぎるキャンペーンなので、こちらの QR コード、概要欄コメントのリンクからゲットしてくださいね。人気株10万円とアマギフ40万円で最大50万円がもらえる大チャンスなので、お見逃しなく。では続いて、初めて楽天モバイルを契約しようと思われている方、何かお得になるキャンペーンないかなっていうふうに思いますよね。契約するときって誰しも思います。そこで朗報なんですが、今初めて楽天モバイルを契約すると、なんと2万円分のポイントがもらえる楽天マジ得フェスティバルがやってるんです。申し込みはこちらの QR コードまたは概要欄の URL から行います。どんなキャンペーンかっていうと、楽天モバイルに新規または乗り換えで申し込むと、2024年の9月より5ヶ月間にわたって毎月末頃に4000ポイントを付与、合計で2万ポイントがもらえるというキャンペーンなんです。対象は楽天カード会員の方限定となっています。楽天カードをお持ちでない方はまとめて申し込みで3万円分のポイントをもらえるので、さらにお得です。達成条件としては、2024年の7月末までに楽天カード会員になることと、あとは専用のページから申し込む、または店舗で申し込むという形になります。そして7月までに楽天最強プランで楽天モバイルを開始する必要があります。キャンペーンの期間なんですけど、プランのお申し込み期間が短くて、ウェブだと7月1日の月曜日朝10時までになっています。店舗の場合は6月30日の閉店までになっていますので、お急ぎください。プランの利用開始は先ほど言った通り7月31までですね。注意点として、こちらの QR コードに表示または概要欄の URL に表示されるウェブページ、楽天マジ得フェスティバルのページからお申し込みしないとこのポイントがもらえません。キャンペーンに申し込めているか不安な場合は、申し込み時にクーポンコードが適用されましたというページが表示されますので、そちらで確認してください。またポイントの有効期限は新定日の3ヶ月後までとなっていますので、使い漏れにご注意ください。楽天モバイルの支払いに当てていくのが一番簡単ですね。というわけで、新規または乗り換えで楽天モバイルを始める方は、今なら2万ポイントがもらえる楽天マジ得フェスティバルから申し込むのがお得だよということです。ここのポイントは7月1日までに申し込み、新規または乗り換えで合計2万ポイントがもらえるということでした。
では続いて、過去に契約がしたことがあって再契約になってしまって新規じゃないんだよとか、2代目を検討してますとか、楽天マジ得キャンペーンもこの動画見てる時終わっちゃってるんですけどっていう方向けに、お得なキャンペーンがないかっていうお話をしたいと思います。結論から言うと、再契約2代目でも14000ポイントがもらえて、新規だと7000ポイントがもらえる三木谷社長特別インビテーションっていうキャンペーンがあります。それもここに QR コードと概要欄に URL を載せておきますね。こちらは他社から電話番号を変えずに乗り換えると、プランの利用を開始した4ヶ月後から3ヶ月間にわたって合計14000ポイントがもらえるキャンペーンです。新規の電話番号の場合は合計7000ポイントがもらえます。対象者は初めて楽天モバイルに申し込みする方はもちろん、2回戦目以降または再契約でも OK です。過去に楽天端末1円キャンペーンなどに参加した方も対象となります。楽天カードをお持ちの方という条件はなく、クレジットカードを作れない方も対象です。これ以前やっていてお得すぎて、これはいつ終わるかわからない、急げっていう風に言われてたんですけど、三木谷社長が大盤振る舞いで終了期間が未定に延長されました。こちらも注意事項として、必ず三木谷社長の特別インビテーションのページからお申し込みしないとポイントがもらえなくなってしまいますので、こちらの QR コードまたは概要欄の URL からお申し込みください。またこちらのキャンペーンはお得すぎるので、契約してすぐ解約してしまうみたいな悪質な人も出てくるかと思うんですよね。なので短期解約などはポイント剥奪の理由にされてしまうこともありますので、ご注意ください。その他利用実態がないとか不正が認められた場合はポイントが申請されなくなってしまうので、ご注意ください。というわけで、過去に契約したことがあって再契約したい、2代目を検討している、新規だけどマジ得キャンペーンがもう終わってしまったよ、そんな方も 14000 分のポイントがもらえる三木谷社長特別インビテーションキャンペーンを活用しようということでした。このポイントは再契約や2代目でも最大 14000 ポイントがもらえるということです。では続いて、最近 iPhone の充電の減りがなんか早くなっちゃったな、そろそろ買い替えしたいけどお得なキャンペーンってないのかなっていうことについてお話します。実は楽天モバイルを利用すると iPhone が2万円引きで購入できるんですよ。これはどんなキャンペーンかっていうと、一括または24回払いで対象 iPhone を購入し、楽天モバイルに合わせて申し込むと最大2万円が端末を購入する時点で値引きされます。対象の iPhone はこちらです。 iPhone SE のみ1万円引きなのでご注意ください。 Apple Store の価格と比べると iPhone15 Pro は5100円、 iPhone15 は 13000円、 iPhone14 は 12000円もお得になります。対象者は特に縛りなく、楽天経済圏じゃない方でも大丈夫です。達成条件なんですけど、対象の商品を購入すること、製品購入と同時に楽天モバイルに申し込みすること、製品到着後店頭購入日の翌月末日の23時59分までに楽天最強プランを利用開始すること、加えて楽天リンクで10秒以上の通話をすることっていうのが入っています。通話の部分忘れちゃいそうなのでお気をつけくださいね。こちらのキャンペーンは終了日未定となっておりますので、 iPhone 買い替えたいなと思ったら、まだ楽天モバイルじゃない方はぜひご活用ください。注意事項としては、先ほど話した三木谷社長特別インビテーションキャンペーンおよび楽天カードキャンペーンと併用ができるんですよ。ただし併用する場合も、元々のその三木谷社長のキャンペーンとかのページからきちんとログインしないと、そちらの方のポイントもらえなくなってしまいますので、ご注意ください。三木谷社長特別インビテーションキャンペーンに関しては、もし忘れちゃってたとしても、お申し込み日を含めて7日以内にログインすれば大丈夫です。また楽天オリジナル製品1円キャンペーン、 Android 対象製品限定特別キャンペーンなどとは併用できません。そして大きい注意点なんですが、楽天モバイル楽天市場店ではなく、楽天モバイルの公式ショップで購入するという必要があります。楽天市場での購入はキャンペーンの対象外となるのでご注意ください。というわけで、 iPhone の買い替えを検討しているなら、楽天モバイルも合わせて契約すると端末も安くなるということでした。ここのポイントは、 iPhone 購入と楽天モバイルの申し込みで最大2万円分もお得になるということです。続いて、楽天モバイルを使うにあたって、自分だけじゃなくて親子どもや兄弟など家族も一緒に使うんだったら安くしてもらえないのっていうふうに考えますよね。これも最強家族プログラムっていうのがあるんですよ。家族で楽天モバイルを始めると、家族全員月100円引きになります。しかも同じ名字なら離れて住む家族も対象なんですよ。さらに2024年4月10日以降は、親戚や同性パートナー、事実婚の方とも最強家族プログラムを利用することができるようになったんですよ。条件が緩和されたので、さらに対象が広がりましたね。離れて住む家族ってどこまでっていうのがあるんですけど、最大なんと20回線もこれで対象になるんです。さらにさらに、同じ名字の家族を紹介すると、紹介キャンペーンで1人申し込みで2万円分の楽天ポイントをもらえるんです。例えば家族6人に紹介すると、合計で10万円分のポイントがもらえちゃうんですね。もう家族や親戚が多い人はウハウハだし、別に一緒に住んでなくても名字が一緒だったら OK っていうことなので、どんどん紹介していった方がいいですね。私も、私が楽天モバイルやってて安いよって言ったら、妹も母親も
楽天モバイルにしました。それで端末も安く買えたし、本当に毎月安くなってて感謝されてるので、大手キャリア高いところ使ってるとか、格安SIMで通信状況が良くないよっていう方には楽天モバイルをお勧めしてあげてください。というわけで、ここのポイントは、楽天は家族で入れば家族全員100円引きということでした。それではまとめです。本日は朗報、楽天モバイルが圧倒的に男すぎる理由についてお話しました。ポイント一つ目は、楽天モバイルは男で使いやすい。ポイント二つ目は、4月1日までに申し込みで新規または乗り換えで合計2万円分のポイントがもらえるキャンペーンが熱い。ポイント三つ目、再契約や2代目でも最大1万4000ポイントがもらえるキャンペーンがある。ポイント四つ目、 iPhone 購入と楽天モバイルの同時申し込みで最大2万円もお得になる。ポイント五つ目、楽天は家族で入れば家族全員月100円引きになるよということでした。楽天マジトクフェスティバルと三木谷社長のキャンペーンは併用できませんが、 iPhone 購入に関しては今言ったキャンペーンと併用できるので、ぜひ合わせてご利用ください。ただし楽天マジトクフェスティバルの方がお得なんですが、申し込みが7月1日の10時に迫っているのでお急ぎください。またそれぞれのキャンペーンは必ずキャンペーンのページからお申し込みしないと対象となりませんので、マジトクフェスティバルと三木谷社長インビテーションキャンペーンについてはこちらに表示されている QR コードから始めてください。または概要欄の URL をクリックしてください。最近お友達に楽天モバイルをおすすめして、前に1回電波が入らなくてやめたんだよって言って、でも再契約したら楽天モバイルつながりやすくて、再契約でもキャンペーンで三木谷社長から1万4000ポイントもらえて、すごい良かった、ありがとうっていう風に感謝されたので、ぜひですね、まだ楽天モバイルに変えていないあなたはこのキャンペーンを利用してですね、お得に楽天モバイル活用していただければと思います。私もずっと楽天モバイル使っててすごくね助かっていますので、本当におすすめです。楽天モバイル使ってて私も大好きっていう方はぜひコメント欄にコメントください。またお得なキャンペーン情報が入り次第お伝えしていますし、私のチャンネル登録をしていただければ、コミュニティ投稿の方で最新の情報っていうのを動画よりもいち早くお届けしております。また X の方でも最新の情報っていうのは同様に上げていますので、 YouTube の登録と X の方の登録もしていただければ最新情報をゲットできてお得だと思いますので、お願いいたします。これからも一緒に勉強していきましょう。最後にお知らせです。私は普段 NISA を活用したインデックス投資をお勧めしています。あなたにお勧めの証券会社はこちら。まずは投資資金が多くて全米インデックスファンドに投資したいよって方は SBI 証券がおすすめです。最近はオリーブというクレジットカードを作ればそちらでもポイントがもらえるので非常に人気です。続いてこれから初めて投資を始めようと思われている方や、楽天市場を普段使っている方、パソコンの難しい操作が苦手な方は楽天証券がおすすめです。6月からは改善されて、楽天プレミアムカードで最大1% のポイント還元が受けられます。なので楽天に戻ってくるユーザーさんが今すごく急増してるんですよ。私も新ニーサは楽天で実施します。 SBI 証券の開設方法や楽天証券の開設方法については概要欄に記載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。また以前に挙げた月5万円稼げるポイ活の動画が人気です。モッピーやハピタスを利用したポイ活で最高100万円程度稼ぐこともできます。概要欄の URL から始めると数千円ポイントが上乗せでもらえますので、ぜひこちらもチェックしてください。またどうしてそんなに海には知識が豊富なのってよく聞かれるんですが、理由は月に10冊程度ビジネス本を読んでいるからです。でも以前は私は読書が苦手で年に1冊も読めなかったんですよね。そこでおすすめなのが Amazon のオーディブルです。声優さんの声で分かりやすく耳読できるので、読書が苦手な方でも月10冊程度耳読できます。最初の30日は無料で、それ以降も月1500円なので、10冊も読めるんだったらかなりお得ですよね。こちらの QR コードか概要欄の URL からぜひ始めてみてください。最後にこの動画がいいなと思われた方はぜひいいねとチャンネル登録、ベルマークをオンにしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。一度日本に帰国しなくても